やっほー、みさきチャンネル、みさきです。どこ撮ってるん？こんにちは、みさきチャンネル、みさきです。今日も元気にワゴンワールの改造をやっていこうって言いたいとこなんですが、もう声を聞いてもらったら分かる通り、めっちゃ風邪ひいてるんですよ。もうね、鼻水で息できひん。もう喋ってったら鼻水がめちゃめちゃ垂れてくんねん。ほんまにしんどいんで、皆さんマジで体調管理気をつけてください。もうね、死ぬで、もうかなりダウンしました。で、今病み上がりなんですけど、病み上がりの私なので激しい改造ちょっとできひんなと思って、皆さんのコメントの中で気になってたこと今日は確認していこうかなと思います。その気になってたコメントっていうのが、結構ね、最初の頃からちょこちょこ言われてて、最近めっちゃ多いんですよ。電動ノコギリの歯逆ちゃうっていうコメントがめちゃめちゃ多い。実際これが私いつも使ってる電ノコです。でね、見て、歯逆かなって思って私も確認したんですけど、ライフレックスかな、文字もこっち向きで歯もこっち向き、木工用ってもう消えちゃってるんですけど、木工用って書いてるのがこうやから、歯逆ってことはないと思うねん。ないでな。多分私がいつもこう使ってんのを見て、いや形的にね、形的にこうちゃうっていうことやと思うんですよ。違ってたらごめんなさい。こういう形が普通ちゃうっていうので、あ、逆ちゃうって言われてたんやと思うんですけど、もうその真相、文字もこっちやし、歯の文字もこっちやから、多分これで正解なはずやけど、今までの、ワゴンワールの改造動画、まあ、見てない方ぜひ見てほしいです。私の電ノコレベルの低さ、電動ノコギリより手動で切ってる方が私切りやすいねん。っていうか今まで電動じゃなく最終平のノコギリで切ってるねん全部。でもね、やっぱ電動持ってるからさ、これを使いこなせないともうこれからの改造厳しいと思うねん。やから今日は電ノコをちょっと極めたいのと、電ノコをちょっと改造というか歯を変えたい。これが電ノコ入ってた箱なんですけど、このね、箱のね、裏とかいろいろ見てて気づいたんですよ。っていうか忘れてた、じゃん、歯がまだいっぱいあるのよ。でね、私今つけてるの木工用なんですけど、このギザギザ見てもらいたい。大きいねん、ギザギザが。だから私が選んだコンパネとかは薄いから切りにくいんかなと。これってもっとこう丸太みたいなごっつい木を切る時のやつなんかなって考えて、今回ねこのオールマイティ、これぐらいの細かさ、全然違うからさ、これぐらいの細かさのやつやったらもしかしたら切れるんじゃねと思って、腹の歯に変えていきたいと思います。これが外し方が、この六角っていうやつ六角で合ってる？うん、六角やと思う。これでここに、このネジ、この真ん中のネジを緩めて、くる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 緩め、おい、緩めたら、はい、取れた。この歯ね、もう電ノコ買って買ったのが1年以上前かな。 DIY 数々数々っていうことしてないけど、まあ、いろんな木を切ってきたんですよ。だからもう歯自体悪くなってるんかもせえへん、替え時なのかなと。向きはこうやろ、でこう、これが正解やと思います。また歯をつけて、六角で締めていく。めっちゃ歪んでんねんな私めちゃめちゃ歪んでるでな。むずい。取ったは
いいけどつけるのむずい。え、歪んでない？え、ちょっと待ってや、一回取る。この穴開いてるやつを中に刺すんや。あ、いけた。こうや。ここに仕込んで、あ、下向いたら鼻水が出てくる。締めていくだけなはず。なんでなん。なんとかオールマイティー装着完了。もうがっちり装着できました。でね、逆のコメントとセットで、もう丸の子が一番キレるよ、もう丸の子を買いなさい、丸の子がいいよっていうコメントも多かったので、もうこのオールマイティーで切れへんかったら丸の子買おう、今後のためにもってことで、オールマイティーでコンパネ実践していきます。切れたら電動で大丈夫やから、レッツトライ。じゃあやってみます。もうこれでいけてくれな困るんよ、丸の子を買おう金なんて私にはない。さあ行きます。地震起きた今。え、オールマイティめっちゃ揺れる。え、どう切ったらいいや。一回じゃあもうほんまに切らなあかん場所はここやけど、関係なくちょっと試し切りこの辺切ってみます。よし、いくよ。暴れ出した、暴れ出した、めっちゃ暴れ出したんやけど。オールマイティどうしたん。あ、でもね、切れてる、ちょっと切れてる、見て、ちょっとだけ切れてるわ。でもさ、途中で暴れ出すんなんなん、びっくりしたんやけど。もう一回やろう。あかん、めっちゃ暴れ出すわ、怖っ。もう無理か、私には出んのこ無理か。オールマイティでも無理やったら丸の子買おうか。もう諦めた、もう私には電の子はもう無理や。丸の子買います。丸の子ってどんな、ま、丸いんかな。しかもいくらぐらいする、丸の子の値段と性能どこが安いんか調べたいと思います。大きさとかさ、これぐらい、もうこんな薄いコンパネを着るのってどれぐらいの大きさでいけるんか、まだおすすめ丸の子があればコメントください。よろしくお願いします。